はい、こんばんは。こんばんは。今日はこちらのカルディの2022食品福袋をこちらが当選したので変えてきました。いいですよねこのバッグ。もうね外側だけ見てこれは使えるなって思ったので、値段がね4000円なんですけど、もうカバンだけで半分ぐらいの価値があるんじゃないかなと思っております。はい、そうですね、はい、じゃあ開封していきたいと思います。ちょっとねこのでかすぎてね映しきれないんですけど、避けてどんどん出していきたいと思います。このトートバッグねチャック付きでね中が見えないからほんと使い勝手いいと思うんですよ。じゃあいきます。まず1個目、じゃん、おせんべいじゃないビスケットかな、クッキー、そうですね、キャラメルクッキーかな、塩キャラメルクッキー、ガレット、トロウマ、トロウマとガレット、トロウマ、トロッととろけるのかな、いや見た目はとろけなそうですけどねトロウマがっつりクッキーな感じしますけどねトロウマガレットのキャラメル味、塩キャラメル味が出ました。じゃあ次いきます。あ、手触り的に長い袋ですね。いきます、せーの、ドン。あ、パスタパスタパスタですね。今ねパスタの価格もねちょっとずつ値上がりしてていいんじゃないですか、割と。あらきたら何語だ、リゴリ、リゴリパスパゲッティアラキタラの 500g が出ました。結構大容量多いですね。あ、でもまだまだいっぱい入ってます。あ、今度大きい袋です。なんかポテトチップとかそんな感じではないあ、お正月パック、豆乳ビスケットのお正月パック、カルディって書かれてますね。お正月パックってことはこのために福袋の中に入る用のお菓子ってことなのかな。豆乳ビスケットだからヘルシーでいいんじゃないですか。トラ年だから、はい、あ、そうですね。まだまだ入ってますよ。おすごい、これは楽しみますねすごい。次の袋は四角っぽい袋ですね。いきます、せーの、ドン。わ、なんだ、コーヒーですか、これは。なんかコーヒー豆福袋もあったんですけど、そっちはね抽選に間に合わなくて、あの売り切れじゃないけど買えなかったんですよ。なんでこれいいじゃないですか、これは嬉しいですね。コーヒーを飲みながらクッキーを食べてくださいっていう、そういうそういう感じ、粋な計らいですね。なるほど、いいですね。まだ入ってるんですけど、まあ、今半分ぐらいですかね。まだですか、まだいっぱい。あ、重たそうなの入ってました。これからいきますね、ボトル系のものが、はい、ドレッシングかなこの形なんかここに来てですか。そうそうそう、ドレッシングっぽい形してます。せーの、ドン。あ、やっぱドレッシングだ。うまたれ、サラダのうまたれだそうです。こんなに透き通ってるってことはこれ油分ですけどやべえ、油分がすごい透き通って綺麗なドレッシングですね。原材料ですね、基本的に和風ごまドレッシングみたいな感じですね。おろしにんにくが入ってるんで、多分結構あのチート系のあのなんかあのもう後引く感じの味になってると思います。なんかじゃなくてもいいんじゃないかと思ってしまいますけどね。確かに焼肉とかでも合うかもね。そうですね、いろいろ合いそう、にんにく効かせるなら。なんか結構この福袋重たかったですよね。そうですね、結構重かったです ね、はい、その重たいのがこのドレッシングが原因だったのか、他にも原因があるのか。まだ重い、まだ重いですよ、まだ重い、相当重かったんで、これドレッシングだけじゃないでしょうね。上のペラペラの袋いきます、せーの。なんだこれ、あー、ナッツ、いいですね、いいですね、これいいプロテインだって。いいです、ね、プロテイン 5.13 入ってるナッツですよ。ワクワクさんがねすごいプロテイン大好きでね、あのしょっちゅう買ってトレーニングしてるんで、これいいですね。もうすでになんか元取った感
感覚としてありますけど。じゃあ次いきますよ。あ、重たそうなのボトル発見しました。ボトルです。ボトルですか。せーの、ドン。なんだこれ。クラシコ、クラシコオリーブオイルだ。いいですね。いいですよ。ちょうどあのオリーブオイルがなくなったところだったんで、ちょうどいい。そう、いいじゃないですか。あ、今度はもう箱です。なんか石鹸が入ってそうな箱です。石鹸が入ってる。はい、いきますよ、はい、せーの、ドン。なんだ、アヒージョ。あ、いいじゃないですか。これ人気のやつですよね。あ、そうなんですか。牡蠣の、高そう、これ。牡蠣のやつ、これカルディで結構人気のシリーズの缶詰。そうなんですか。これは大当たりですね。これはこれちょっと大当たりですよ。いいなこれ、はい、せーの、ドン。はあ、なんで蜂蜜ですか。蜂蜜だ。いいじゃないですか。ちょっと私が反射して映っちゃう。大丈夫でした。携帯が映ってました。すごい。しかも純粋な蜂蜜だそうですよ。いいですね。ってこと 100%? 蜂蜜 100%? もうこれだけで、というかカルディの福袋ってお得です ね, ですね。まだあの3分の1とか入ってくる、入ってるぐらい大当たりですね。よかったですね。終わってないですけど、大当たりですね。もうすでに大当たりですね。じゃあなんか軽そうな袋からいきますね、はい、これ四角い袋です。四角い袋ってことはまたコーヒーパックとかかな。せーの、ドン。あ、違う。玄米の食べるスープ。これもアソート。体にいいですよ、これも。なんか思ってたよりもすごいヘルシー志向に来てる。なんか海外の食べ物っていう印象が強いから、重たいもの、重たいものっていうか、なんか、まあ、クッキーとかは結構あれですけどね。そう、がっつり系かなと思ったけど、やっぱヘルシー志向ブームなんですかね。意外といいですね。玄米の食べるスープとナッツもいいし、豆乳のクッキーも割とヘルシーだし。まだ入ってますよ。あ、でも底が見えてきたかもしれないです。じゃあペラペラな袋いきます。せーの、ドン。お、マヌカハニーキャンディー。いいじゃないですか。蜂蜜キャンディーってことは喉にいい。しかもほら、蜂蜜の中でも高い殺菌作用を持つ食品と知られているマヌカハニーを使うから、ほら喉の殺菌効果もあるってこと。いいじゃないですか。いいですね。ちょっと風邪ひきそうみたいな時に舐めたらいいですね。冬対策ですね、このスープと。いい、あったかいし、あれパスタが入ってるってことはって思ったら、今なんかそれっぽい、なんかレトルトっぽいのが入ってますね。いきます、せーの、ドン。あ、違った。違う、なんですかこれは。あんペースト、あんこ。全然違うジャンルが来ましたね。てっきりあのレトルトのパスタソースかなんかかなと思ったら、あんこが出ました。北海道の十勝産小豆使ってますね。でもあんこも確かになんかこう開けたら使い切らなきゃみたいな感覚あると思うんですけど、これだとだいぶいいですね。ちょうど実家からねおもちゃをたくさんもらったので、あんこをつけて食べれるってことですね。もう割と、あー、そこが見えてきてちょっと残念ですね。なんか、あ、じゃあ布っぽい、なんか布っぽいのがいます。せーの、ドン。あ、何これ、何これ。ランチ、ランチバッグかと思ったらエコバッグ。もへじ手ぬぐいエコバッグ。へえ、おしゃれ、おしゃれな和風、急に和風が出てきましたね。もうなんか今までこうちょっと海外って感じがしてたのに、あんことね、あんことこのエコバッグでだいぶ和風感が増してきました。
あと何個だろう、3個か4個ぐらいで終わりな感じがしてます。じゃあ行きます。どうしよう、これにしますね。これ、はい、せーの、ドン、カンカン、カンカン、なんだ、ジャナット。ジャンナッツ、ジャンナッツ、ポムダムール、150周年間だそうです。へー、150周年間、いいですね。てか、かわいい。ちょっと、映り込みが、だいぶ映り込みがあるんですけど、まあいいか。へー、オリジナルレッドなんちゃら。ちょっとヘリコプターも飛んでうるさくなってきちゃいましたね。かわいい、猫ちゃんがいる。ほら、これ猫ちゃんだよね。ね、このツルツルの素材の猫ちゃんが、めっちゃかわいい。この入れ物、おしゃれなね、すっごいヘリコプター飛んでるけど、まあいいか。よし、じゃあ、あと、もう残りわずかになってきて、ちょっと寂しいですね。せーの、ドン、お、水のエトラー、トラドシ。これ何が入ってるんだろう。チョコレート、ピュアチョコレート 5g が10個。あ、板チョコではなくてちゃんと1個ずつ食べるやつですね。へえ、いいですね。ちゃんとなんかこの福袋限定じゃないですけどね、こういうなんか虎が描かれた、さっきのあのビスケット、豆乳クッキーみたいなやつもそうですけど、そういうのがあるとまたいいですよね。じゃあ小さな袋いきます。ドン、宇治抹茶の香り。あ、これもみんなに入ってるやつかな。虎の福茶です。お茶ですね。じゃあちょっとミルクと混ぜて抹茶ミルクにしてね、これ飲みたいと思います。結構みんなに入ってるの、多分手ぬぐいとこのチョコレートとお茶と、あとこれかな、豆乳クッキーが多分みんなに入ってるやつかなと思います。じゃあ、あら、まだ入って、あと2つぐらいですね。2つぐらい入ってます。じゃあこの小さい方と大きい方、どちらがいいですか。小さい方で。小さい方いきますか。じゃあせーの、ドン、おお、シナモンティー、ノンカフェイン。おしゃれなパッケージ。シナモン、どんな味がするんでしょうか。ちょっと飲んだことないので、すごい興味が、心身興味ありますね。これまた動画でね、飲んでみたいと思います。そうですか。そうですか、そうですよ。あ、ラストかな、ラスト。じゃあ行きます、せーの、ドン。わ、ぶつかった。クッキー、かぶってるの。クッキーの形が2種類ありますね。ウォーカーアソートパック、ビスケット。へー、シナモンティーとセットですね、これは。もうチョコチップとミニショートブレッドラウンド、小麦バター。美味しそう。チョコチップがいいなあ。本当だ、普通のやつとチョコチップと、これなんかキットカットみたいなやつがあるみたいで、シンプルにコーヒーに合わせて飲んだりね、シナモンティーとかでもいけそうだし、いいですね。あ、最後だと思ったら、お、もう一個ありました。せーの、ドン。これもみんなに入ってるやつかな。和の5つの形、べっこう飴。和の5つの形ってことで、桜とだるまと富士山と招き猫とお相撲さんの形をしたべっこう飴が入ってるっぽいですね。へえ、ちょっと商品並べてみたいと思います。オリーブオイル、そしてマヌカハニー、そしてカンカン、カンカン、あと
うまだれと全部で何点入ってるんですか。みんなに入ってるであろう福茶、水のエトラの手ぬぐい、べっこう飴、お正月パックですね。これがみんなに入ってるかなって思われるやつで、それ以外にパスタ、玄米のシナモンティー、あとナッツ、あんこ、牡蠣、マヌカハニー、マイルドカルディのパック、クッキー、キャラメルのクッキーですね。すごいいっぱい入ってましたね。これで4000円です。どうですか、めちゃくちゃお得じゃないですか。これプラス、ね、これでこれですよ、これこれがついてます。このトートバッグ、内側にこういう袋、内側バッグ、内ポケットがついてるし、外ポケットも一箇所ついてる。すごいお得なセットだったんじゃないかなと思います。お得ですね、うん。また動画内で食べたり飲んだりできればいいなと思います。はい、私のカルディの福袋の内容はこんな感じでした。せーの、おしまい。